はい、こんにちは、ハッピーパパです。昨日5月24日土曜日がですね、列車合体シリーズ、列車戦隊特急車のですね、列車合体シリーズのおもちゃのポリス列車、ファイヤー列車がですね、発売日でした。で、そちらが届いております。まあ、どっちかの箱なんですけど。で、もう一つ、5月23日金曜日、にですね、発売されたですね、講談社さんから発売されているムックの、特急車と遊ぼうという本も同時に昨日届いておりますので、こちらの方の amazon.co.jp の箱、2箱に分かれてきてますので、こちらの方今から開封していきたいと思います。はい、ということでですね、段ボール箱の開封が終わったところなんですが、発売日順にですね、ちょっとまあ、開封後の紹介をちょっとさせていただきたいと思います。まずこちらですね、こちらの方が講談社ムック、から発売された特急ジャーと遊ぼうという雑誌です。価格はですね、値引きとかはな特になく、980円です。5月23日金曜日発売の特急ジャーと遊ぼうという内容です。で、こちらの方ですね、まあ迷路駅、特急ジャーと一緒にクイズや迷路の旅に出発進行ということで、クイズ駅、塗り駅、そして線路つなぎ駅というふうな形ですね、特急ジャーと一緒に遊ぶ内容が、こちらの方の本に入っておりますが、今ちょっと今ちらっと見ましたが、ですね、テレビのですね、特急車の CM の中でも出てきてるんですが、特別付録、タンク列車のクリアバージョンということで、この本でしか手に入らない特別列車だ。非売品、まあ付録なんで非売品という扱いになるんですかね。タンク列車のクリアバージョンがですね、このように付録としてついてきてます。で、価格は980円。まあですね、受け取られる方によってはおもちゃを買わされたというふうに受け取られてしまう方もいらっしゃると思うんですが、まあこの本自体もですね、このような特急車と遊ぼうという内容になってますし、クイズとか塗り絵、そして線路つなげということで特急車のですね、内容が満載されているのではないかなと、まだちょっと中身まだ開けてませんので、いう印象です。開けるの楽しみです。付録もですが、はい。で、あとはですね、こちらの方が、こちらが5月の24日土曜日に発売されております。列車合体シリーズ特急列車の9のポリス列車ですね。で、いいんですよね。で、こちらの方のポリス列車、今日の5月25日日曜日、
朝の特急ジャーでですね、列車戦隊特急ジャーのテレビの中で今回初めてポリス列車出動しております。特急王と合体して特急王ポリスとなって、シャドウのですね怪人を倒すというシーンがこちらの方出てきてましたね。で先週の、5月17日日曜日のですね、特急ジャーのテレビの中でこちらのファイヤー列車が初登場しております。ディーゼル王と合体してディーゼル王ファイヤーとなってですね、またこちらのホームでもシャドウ怪人の巨大化した敵と戦ったり、森の火事を消したり逆に火をつけたりみたいなですね、やっておりました。こちらの方ですね、それぞれ列車合体シリーズですので、特急王そしてディーゼル王との合体っていうのも遊べます。ですね。でこちらの方またですね、今後どのように、紹介していこうかなって思ってはいるんですけど、まあ、この後ですね、一度まあこちらの方の動画を切らせていただいているからになんですけど、この特急車と遊ぼうのタンク列車をですね、開封そしてまた紹介をさせていただきたいと思ってます。で明日からですね、またこちらの方ですね、ポリス列車ファイヤー列車の方を一つずつ、開封紹介そしてまた特急王ディーゼル王とのですね合体遊びなども紹介できたらっていうのと、特急チェンジャーのですね乗り換え遊びだったり、ですね連結遊びなどもまたですね紹介させていただけたらと思ってますので、お楽しみにしててください。では今回ダンボール箱開封以上です。